Okay, you're fully in the water. That's a safe heading. Heading left, buddy. Up. フィリピン沖1200メートルの深海、70年以上眠り続けていた日本の戦艦が発見された。その名は武蔵。太平洋戦争末期、日米が激突した史上最大の海戦、レイテ沖海戦。その切り札として出撃したのが巨大戦艦武蔵だった。日本の技術の粋を集めた鉄壁の防御力から、無敵の不沈艦と呼ばれていた。しかし、武蔵の詳細な姿を捉えた写真や資料はほとんどなく、どのような戦艦だったのか、なぜ沈んだのか、多くが謎に包まれてきた。今回 NHK は、武蔵を発見したアメリカの探索チームから100時間を超える未公開映像を入手。最新の映像解析技術によって武蔵の実像に迫った。専門家も初めて目にする武蔵の内部構造。世界最強と言われた攻撃力の秘密が浮かび上がった。どんな相手でも打ち倒すことができたと、そう信じて設計されたんですね。そして武蔵の最後を紐解く新たな事実。本当に船体がバラバラになるような状況、なんでこんなになっちゃったんだろうと。番組では2部構成で武蔵の全貌に迫る。前編は映像解析によってよみがえる武蔵の実像。史上最大の戦艦とはどのような構造だったのか。武蔵はなぜ作られ、どのような役目を担っていたのか。巨大な戦艦を作ってアメリカに勝ちたい。もうこれはもう苦肉の策ですね。100時間の未公開映像を専門家とともに分析し、武蔵の真の姿を解き明かす。後編は武蔵沈没の真実。無敵の不沈艦はなぜ沈み、なぜ粉々に砕け散っていたのか。映像解析で明らかになった思わぬ弱点と、海軍がそれを知りながら放置した実態。何発も魚雷を国に水がどんどん入ってくるんじゃないかなという、それは最大の欠点だな。はあ、ひどいな。生き残った元乗組員の証言と新たな発見から、謎に包まれてきた武蔵の最後を完全再現する。雨あられのごとく爆弾、機銃弾、魚雷。戦死した人が山になってたですよね、甲板上に。歴史の闇に埋もれてきた戦艦武蔵。その知られざる真実に迫る。
2015年3月フィリピン渋谷海、マイクロソフトの共同創業者で実業家のポール・アレン氏による海底探査プロジェクト。世界屈指の沈没船調査のプロを結集し、武蔵の捜索が進められていた。しかし、その手がかりはわずかしか残されていない。アメリカ軍が撮影した戦闘中の武蔵の写真。攻撃を受ける武蔵を遠くから捉えたものが数枚だけ記録されている。これは沈没直前の武蔵の最後の姿。前方が沈み込んでいるのがわかる。このあと武蔵は原形をとどめたまま沈没したと考えられてきた。しかし、広大な渋谷海のどこにどのような状態で沈んでいるのか、70年間誰も見つけることができなかった。プロジェクトチームは写真に記録された地形などを詳細に分析し、膨大な歳月をかけ捜索を続けた。Diving now. 8年にわたる捜索の結果、ついにその時が訪れた。武蔵発見の歴史的瞬間。That's Japanese. Grab it. It's a Japanese warship. We could say that. That's a triple gun.世界の研究者が探し求めていた巨大戦艦が70年ぶりに姿を現した。全長5メートル、重さ15トンともいわれる巨大な錨。艦首に残されていた菊の紋章の痕跡。Oh my God! Is the symbol that shows it's Musashi, and hopefully it's still there. 武蔵発見のニュースが世界を駆け巡った。公開された映像はごくわずか。今回 NHK は100時間を超える未公開映像を入手した。そこには知られざる武蔵の姿が記録されていた。武蔵が見つかった場所は深海1200メートルの海底。微生物の少ない低水温が腐食を最小限にとどめていた。That's amazing. 武蔵の甲板の一部、張られていたヒノキの板が今も残っていた。That's film. That's film. That is a film strip. 武蔵の甲板では時々娯楽映画が上映されていたという。
連合艦隊の機関を1年余り務めた武蔵は、内装の作りも凝ったものだった。士官には洋食のフルコースが振る舞われたこともあった。Yep. 映像には乗組員が身につけていたものも映っていた。探索チームはソナー探知機で海底の状況も詳細に調べていた。音波を使い、残骸の大きさや形などデータを収集。その結果、驚くべき事実が明らかになった。武蔵は1キロ四方の広範囲にバラバラに散らばっていたのだ。ちぎれた艦首の残骸、そして150メートル離れた場所に裏返った艦尾が見つかった。それ以外のパーツは原型をとどめないほど粉々に砕け散っていた。太平洋戦争勃発の3年前、極秘に建造が始まった武蔵。その存在は軍の最高機密で、関連の資料は戦後ほとんど焼却された。これは海軍が撮影した完成直前の武蔵の写真。その姿を近くから捉えた記録は少なく、全体の図面は戦後復元されたものしかない。最大の特徴は絶対に沈まない不沈艦といわれた構造だ。内部は1000以上の区画に細かく分けられ、多少の浸水では沈没せず戦い続けられるよう設計されていた。さらにエンジンなどの心臓部を守る装甲板は世界一の厚さを誇り、あらゆる攻撃に耐えられるとされていた。技術の粋を集めた無敵の不沈艦はなぜ沈み粉々に砕けたのか。今回 NHK では100時間を超える映像を徹底的に解析し、武蔵の最後に迫るプロジェクトを立ち上げた。集まったのは造船技師や歴史学者、爆発の専門家など7人。専門家たちも初めて目にする実物の武蔵。まず取り掛かったのは、武蔵とはどのような戦艦だったのかの検証だった。そこで駆使したのが最新の映像解析技術。海底に散らばる武蔵の全体像を探っていく。入手した映像を1000万枚の画像に分解。それらを一枚一枚つなぎ合わせ、3次元の立体モデルを作成していく。360度あらゆる角度から構造物を分析することが可能になり、大きさも正確に測れるようになった。
最初に復元されたのは戦艦武蔵の中枢である巨大な艦橋。高さ31メートル、10階建てのビルに相当する。そこにちぎれた艦尾をつなぎ合わせる。直径5メートルの巨大なプロペラが最大27ノットの速力を生み出していた。最後につなぎ合わせたのは艦首。全体像が徐々によみがえっていった。復元した史上最大の戦艦武蔵、その全長は263メートル、ジャンボジェット3機分の大きさだ。専門家たちが最初に注目したのは、映像に映っていた巨大な穴。直径は13メートルにも及んでいた。位置関係的にはもう第一主砲塔のあのバーベットのところ、うん、それはもうあの間違いないところだと思う。ここに世界最大の主砲が据え付けられていたという。元造船技師の岩崎豊さん、バラバラに散らばった海底の残骸の中から主砲の一部を発見した。これ円筒形ですので、あの砲塔の一部ですね。これはやっぱりあのひっくり返った主砲塔だと思いますね。穴から抜け落ちて海底に横たわっていた主砲。人間と比較するとその巨大さがわかる。内部には160発の主砲弾が格納されていたとみられる。映像には精密な内部構造も映し出されていた。ベールに包まれていた武蔵の内部が確認されたのは初めてのことだ。これは水圧のメーター。主砲は水圧によって駆動する仕組みだった。主砲弾は一発ずつエレベーターで砲身まで押し上げられ、30秒で一発の弾を装填できたとされている。当時の最新の技術が駆使されていた。相手に送り込む弾の数が重要ですから、このスピードっていうのが非常に重要になるんで、もう途切れることなく次々打ち出されるように、この全ての機械が設計されている。武蔵が想定していたのは戦艦同士の砲撃戦。主砲から放たれる砲弾は42キロ先まで届いたとされる。当時のアメリカの最新鋭の戦艦アイオワ級の射程距離は38キロ。敵の砲撃が届かない遠距離からの先制攻撃で敵を殲滅する戦術だった。攻撃力としては世界最強だったので、そんな遠くまで弾の届く戦艦はなかったから、必ずそのアウトレンジで
敵戦艦を倒すことができたと。どんな相手でも打ち倒すことができたと。まあそう信じて設計されたんですね。その攻撃力とはどのようなものだったのか。海底の映像と残された資料をもとに再現した。全長263メートル、基準排水量6万5000トン。世界最大の46センチ砲は前方に2機、後方に1機の3機を搭載。その威力は凄まじく、甲板上の乗組員は全員避難しなければならなかったという。主砲を撃つ武蔵を捉えた唯一の写真。強力な爆炎の熱で海面に水煙が立ったと言われている。世界一の攻撃力に加え、武蔵は分厚い装甲板によって鉄壁の防御力を誇っていた。その構造は敵の戦艦の砲撃に耐えられるよう緻密に計算されていた。船体の側面を覆っていた厚さ40センチを超える装甲板、垂直ではなく斜めに取り付けられている。敵艦の砲撃の角度に対して衝撃を和らげるための設計だった。装甲板の強度を高めるため、海軍はその材料も厳選していた。必要となったのは不純物が少ない低輪線鉄の確保だった。当時その多くをヨーロッパからの輸入に頼っていた日本は新たな調達ルートを模索していた。武蔵建造が始まる2年前、1936年にまとめられた海軍技師の報告書。海軍が占領下にあった満州で極秘に鉄の調達を進めようとしていたことがうかがえる。満州本恵子産低輪線鉄を試験したるに、スウェーデン線鉄に勝るの好成績を得た。完全に自給シュールに至る。満州の製鉄所にはピーク時2万人もの工員が動員されたという。武蔵の装甲板に使われた鉄の量は2万トン以上。国を挙げて巨大戦艦の建造が進められていた。厚さもその世界で一番厚かったわけですから、防御力も世界最強であったのは確かですわ。これを撃ち抜く砲弾は自分のものしかなかったということで、無敵である証拠ですね。映像からは武蔵の驚異的な構造が見て取れる。バルバスバウと呼ばれる球状の艦首、波の抵抗を減らし大きな推進力を生み出した。 That's a 15 meter range finder.
敵艦との距離を正確に測る測距技、世界一の精度を誇っていた。横倒しになった副砲、巡洋艦の主砲を流用したもので、発射スピードや威力が優れたものだった。ひっくり返った状態で見つかった広角砲のシールド、電動のシステムだったことを示す文字が記されている。広角砲の向きや角度などは正確に制御できた。これは偵察機を送り出す装置、カタパルト。長さ20メートルのレールを使って発進させていた。映像によって初めて実物が確認されたものも少なくない。70年ぶりに姿を現した戦艦武蔵。100時間の未公開映像からは細部まで作り込まれたメカニズムが浮かび上がった。世界最大の船で、当時 の、 あの造船技術の粋を集めて作ったと言いながらも、じゃあ何だったのというところは分からないままだったんですよね。今それが現実に映像として見えるわけですから、その価値というのはやっぱり高い。そうか、こういう構造になってたのねという意味では、一つの新しい発見だろうなと思いますね。なぜ日本はこれほどの戦艦を作ろうとしたのか。軍事史が専門の一ノ瀬俊也さん、映像解析でよみがえった巨大戦艦の姿から伝わるのは、不利な対米戦を覆そうとする当時の軍の思惑だという。当時の日本というのはアメリカに対抗できるだけの戦艦を建造する、資源も予算もお金もまあないわけですね。じゃあどうするかとなると、アメリカの量に対して日本は質で対抗するしかない、 そういう考え方が生まれてきます。武蔵の構想が始まったのは艦隊の強さが重視された対艦巨砲主義の時代。1933年、日本は国際連盟を脱退し世界的に孤立。軍縮条約で
主力艦の保有比率をアメリカの6割に制限され、追い詰められていた。こうした中、数を補う巨大戦艦の建造が計画された。これは海軍要覧といいまして、昭和10年に当時の海軍が国民に海軍の知識を普及させ、宣伝するために作った本です。海軍は国民に巨大戦艦建造の必要性を訴えるため、ある例えを使っている。ここにキングコングという言葉が出てきます。当時大ヒットしていたアメリカ映画キングコング、たった一匹の巨大生物がニューヨークを大混乱に陥れる。キングコングがいれば対米戦争に勝てると国民に訴えていた。キングコングのような軍艦を一隻作ったらどうだろう。アメリカがいくら強いと言ってもキングコング一匹に対しては手も足も出まい。巨大な戦艦を作ってアメリカに勝ちたい。 だから日本国民は海軍の軍備にお金を投じてほしい、税金を払って議会で予算を認めてほしい。そのためには何か国民を説得する道具がいる。じゃあキングコングという国民にも分かりやすい映画を使ってキングコングのような強力な戦艦を作ればアメリカ相手にも勝てる。そうやって国民を説得しようとしたのが一つですね。まともに戦っても勝てないから何かアメリカが思いつかないような突拍子もないことをやって日本は勝つしかない。もうこれはもう苦肉の策ですね。戦況を覆す切り札と位置づけられた武蔵。その計画は軍の最高機密として極秘に進められた。武蔵の建造が始まったのは1938年3月。日本最大の造船設備を有していた三菱重工業長崎造船所がその大役を任された。こちらが武蔵建造に使われていたガントリークレーンになっております。現在では3分の1しか残っておりませんけれども、当時はこちらの方から約200メートルほどありました。武蔵建造のために整備されたガントリークレーン、手法をはじめ武蔵のパーツを組み立てるために特別に整備され、今も造船所で使われている。ここで4年の歳月をかけ建造された武蔵。情報が一切漏れないよう現場は巨大な覆いで隠されていた。当時小学生だった松浦幸恵さん。造船所周辺は異様な雰囲気に包まれていたという。絶対見るなって言われてたんですよ。造船所の方はね、見たらヘイターさんが船に乗ってね、監視してるから見たらいかんよ、ヘイターさんから連れて行かれるよ言われとったんですよ。戦争が、大きな戦争が始まるのかなとか、そんな感じがちょっと子供の心にも分かってましたよ。1942年に完成した巨大戦艦武蔵。その1年前に完成した姉妹艦大和と共に日本の命運を託されることになった。武蔵が造船所を出港する様子を目の当たりにした三田良一さん。武蔵のあまりの大きさに驚いたという。
ー日本もこんなどでかい軍艦がねできたかっていうそのちょっと感激もしましたけどもね、あこれでね日本はね絶対負けないぞと心の中でね、バンザー日本は素晴らしいバンザーというようなそういうふうなね気持ちでね叫んだような気がするんですがね。その後武蔵は史上最大の海戦レイテ沖海戦に向かうこととなった。太平洋戦争末期、サイパン、グアムなどが次々に陥落し、窮地に立たされていた日本。南方の重要拠点、フィリピン・レイテ島に侵攻するアメリカ軍を殲滅するため、武蔵はヤマトと共に出撃した。しかし、その作戦の途中、シブヤン海で沈没した。映像の検証や証言から浮かび上がった戦艦武蔵の実像。専門家たちは武蔵がどのような最後を遂げたのか、さらに解析を進めていった。あのそういえば何だろう、あれ穴ぼこみたいなのがあるのが黒い影になった、その矢印の上です。30年にわたって武蔵の研究を続けてきた手塚正美さん。注目したのは艦首左側のこの部分、鉄板が 3.5 メートルにわたって大きく曲がっていた。俗に当時の海軍言葉で言うと、まくれってやつですね、外側に。そうそう、これの典型的なものなんですよね。魚雷がもろに命中してると、ここにですね、全部にですね。損傷していたのは分厚い装甲板の外側。魚雷の爆発で鉄板がまくれ上がったと考えられる。手塚さんは水の抵抗と浸水で機動力が落ちたのではないかと指摘した。スピードが落ちる、それから火事の効きが悪くなるわけですね。ということは攻撃側からすれば動きが鈍いわけですから、爆弾なり魚雷なりが当てやすいと。実はこの損傷は武蔵が想定していた戦艦同士の戦いによるものではなかった。レイテ沖海戦で武蔵の攻撃作戦に参加したボブ・フリーリーさん、95歳。 And this is me. This is me.フリーリーさんはアメリカ海軍の元パイロット。武蔵と戦ったのは戦艦ではなく航空機だった。至近距離から魚雷を命中させる訓練を繰り返し重ねていたという。U.S. Navy did a tremendous job of training. アメリカ海軍は厳しい訓練を積んでいました。戦艦の進路上に12機の航空機が配備され、その中の4機が左側から、さらに4機が右側から挟み撃ちします。そして別の4機は前後から攻撃するのです。戦艦がどんな動きをしても絶対に逃さないためです。日本の真珠湾攻撃で空からの攻撃の脅威を知ったアメリカ。戦況を左右するのは航空機であるという認識を新たにしていた。The Musashi and the Yamato.
アメリカ海軍の諜報部が当時まとめた資料。大和型戦艦のイラストが記されている。作成された日付は1944年2月4日レイテ沖海戦の半年以上前に概略がつかまれていた。その大きさや速力、建造された場所や完成した日付、諜報戦で圧倒していたアメリカは日本人捕虜からの情報でその存在をつかみ、空からの波状攻撃で撃沈する戦術を練り続けていたのだ。アメリカはレイテ沖海戦が始まる1944年の秋までに航空機による戦術を磨き上げようとしていました。統率された複数の航空機による新たな攻撃方法を開発し、敵の戦艦に対処しようとしたのです。巨大な主砲を搭載し圧倒的な攻撃力を持つ武蔵は恐るべき存在でした。日本を倒すためにはこの戦艦を排除する必要があったのです。レイテ沖海戦までに航空戦力を整え周到な準備を進めていたアメリカ。一方で武蔵の上空には護衛の航空機が一機もいない状況だった。レイテ沖海戦の4ヶ月前、日本はマリアナ沖の海戦で空母3隻を失うなど壊滅的な被害を受け、航空戦力が枯渇していたのだ。この時海軍上層部の一部は、たとえ武蔵といえど厳しい戦況を覆すのは極めて難しいと認識していた。武蔵がいた艦隊の参謀長は戦後当時の作戦について次のように語っている。レイテ沖海戦は兵力を超越してただシャニムに突撃するという肉弾特攻戦であった。厳しい状況下で武蔵を任されたのは艦長の猪口俊平。どのような思いで任務に臨んだのか。どうも今日はよろしくお願いいたします。 NHK の広川、艦長の息子猪口勇さん。当時の父親の気持ちが分かるのではないかとある遺品を見せてくれた。それは猪口艦長が家族に書き残した手紙。大東亜戦争の今日、軍籍にあることは我らにとって最も幸福であると思えば、いかなる困難も苦境も皆喜んで迎えられるものです。苦しい作業をするときは、これ以上の苦しい作業を行い、しかも報われない人もあることを思い起こしなさい。苦しみは去って喜んで物事を行う心境になります。現場の駒ですからね、指令命令が降りてきたらそれに従わざるを得ないという意味では、もうはっきり割り切って、
任された武蔵で存分に力を発揮しようというつもりで出ていったと思いますし、そこに一点の曇り迷いはなかったと思います。正直言って本心勝てこないと思ってたと思いますね。だけど本部から来た命令ですからね、これはもう死の子の言うあれじゃないですから、与えられた持ち場で力の限りを尽くすと、この一点ですよ。井ノ口艦長は出撃の直前ある命令を出していた。それは武蔵の船体をきれいに塗り直せというものだった。明るいグレーの塗装、日本の艦隊の中でひときわ目立っていたという。これは本来の塗装の色が一部見えますよね。このグレーの色々そのものは非常に明るい色ですよね。思った以上に目立つ。これは武蔵大和型戦艦という日本海軍の塗装の色、そういうことになりますね。なぜ井ノ口艦長は色を塗り直したのか。武蔵を目立たせ攻撃を一手に引き受けようとしたのではないか。最後の戦いになると知り身ぎれいに散ろうとしたのではないか。さまざまな説が語り草となっているが、その真相は分かっていない。武蔵の姿を撮影した最後の写真、アメリカ軍の攻撃による浸水で艦首が沈み込んでいるのが分かる。こうして武蔵は原形をとどめたまま沈んだというのがこれまでの定説だった。しかし艦首からの浸水だけでは武蔵は沈まないという新たな事実が今回明らかになった。分析に当たったのは船舶工学が専門の橋本博忠さん。今浸水している区画というのはですね、この前方部ですね、この辺り。艦首の部分を浸水させるシミュレーションを行った。船体は前のめりに傾く。しかし中央部と後方に浮力が残り、これ以上沈まないという結果が出たのだ。船首部、いわゆる倉庫場に前方部ですね、ここは完全に浸水してしまっても、船としては十分浮力がある状態ですね。なのでこれだけで、転覆とか沈没に至るということはまずありえないと。では武蔵沈没の原因は何だったのか。そしてなぜ粉々に砕け散っていたのか。番組の後半は多くの謎に包まれた武蔵沈没の真相に迫る。初めて明かされる武蔵の極秘資料。映像解析から浮かび上がった武蔵の意外な弱点とは。映像と元乗組員の証言をもとに武蔵の壮絶な最後を完全再現する。
2015年3月フィリピン渋谷海。Of the battleship Musashi, which sunk in this position 71 years ago. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. We will remember them. アメリカの探索チームが鎮魂の祈りを捧げていた。スタッフ全員で折った千羽鶴。その海底には太平洋戦争で壮絶な最後を遂げた日本の戦艦が眠っていた。帝国海軍最後の戦艦武蔵。探索チームは8年の歳月をかけ、世界の研究者が探し求めていた巨大戦艦の撮影に成功した。太平洋戦争末期、日米が激突したレイテ沖海戦。その切り札として出撃した武蔵。最大の特徴は日本の技術の粋を集めた鉄壁の防御力。心臓部は世界一分厚い装甲板で守られ、無敵の不沈艦と言われていた。しかし武蔵の戦いを記録した写真や資料はほとんどなく、どのような最後を遂げたのか、真相は謎に包まれてきた。今回 NHK は100時間を超える未公開映像を入手。最新の映像解析技術によって武蔵の姿を復元し、沈没の真相に迫った。集まったのは元造船技師や歴史学者など7人の専門家。なんだろう、あれ穴ぼこみたいなあるのが。映像解析によって明らかになった艦首に残る魚雷の痕跡。大きく鉄板がまくれ上がっていた。水の抵抗と浸水で機動力が落ち、集中攻撃を受けやすくなったとみられる。攻撃側からすれば動きが鈍いわけですから、爆弾なり魚雷なりが当てやすいと。アメリカは諜報活動によってレイテ沖海戦前に武蔵の情報をつかんでいた。航空機による攻撃で武蔵を撃沈する戦術を練り上げていた。4機が左側から、さらに4機が右側から挟み撃ちにします。そして別の4機は前後から攻撃するのです。戦艦がどんな動きをしても絶対に逃さないためです。アメリカの攻撃によって艦首に浸水があったとみられる武蔵。しかしシミュレーションの結果、この浸水では武蔵は沈まないことが明らかになった。これだけで転覆とか沈没に至るということはまずありえないと。では武蔵沈没の原因は一体何なのか。番組の後半は映像解析によって武蔵の最後を徹底検証。その壮絶な戦いを完全再現する。そして
ぜ武蔵が海底で粉々に砕け散っていたのか、残された最大の謎、その真相に迫る。武蔵の最後に迫るプロジェクト。沈没の謎を解くにはバラバラになった残骸の詳細な検証が必要だった。しかし武蔵の内部構造は軍の最高機密で、その特定は困難を極めた。武蔵の最後を解明するため、ある未公開資料の取材が初めて許可された。建造にあたった三菱重工が70年間部外秘としてきた200枚を超す詳細な内部の図面。海底に散らばっていた残骸がどのパーツなのか、一つ一つ特定を進めた。その結果、散乱していたのは機関室のボイラーなど武蔵の心臓部を形成していた部分であることが明らかになった。絶対に壊れないとされた装甲板に守られていたはずの部分だ、はい、じゃあ装甲板どこ行っちゃったのっていうのが一番疑問なんですよ、はい、無敵の不沈艦の象徴、装甲板はどうなったのか。バラバラになってる可能性、可能性もあります。その手がかりを探った。専門家が注目したのはソナーデータに記録されていたある構造物。早速映像を確認した。するとそこには巨大な鉄の壁が横たわっていた。その全長は30メートルに及ぶものだった。結構厚みありそうですね。あるね、装甲板の一部だ。だからこれ見つかったのは船体の側面を覆っていた装甲板のこの部分。一体何があったのか。武蔵の装甲板は戦艦による遠距離からの砲撃に耐えられるよう世界一分厚く作られていた。しかし当時の溶接技術では分厚すぎる装甲板をつなぐことができず、リベットといわれる鉄の留め具で固定されていた。武蔵のリベット工事に携わっていた会社が今も大阪にある。こちらの方がですね、この打ち込みのハンマーですね、それの組み立て図面になります。この会社は海軍からの依頼でリベットを打ち込む巨大なハンマーを製造していた。これが実際に武蔵に撃たれたという大型鋲ですね。直径が40ミリあります。で、この白い部分が実際の武蔵のアーマーの部分で、このグレーの部分についてはこれが当ていたということで、これを貫通させてこういう鋲を締めたという形を表しています。
当時の様子を特別に再現してもらった。つなぎ合わせるのは2枚の分厚い板。穴に通した鉄の棒を両側からハンマーで叩いて潰すことで固定する。武蔵の装甲板は4万本のリベットでつなぎ合わされていた。リベットが問題だと思うんですよ。リベットがすっ飛んじゃったら、いくら板厚くったって持たないんですから。専門家たちはこのリベットが鉄壁の装甲板を破られた原因ではないかと指摘した。魚雷が当たってるわけですよ。何発も何発も受けてるんで。専門家の分析はこうだ。遠距離からの戦艦の砲撃の角度に対して強度を高めていた武蔵の装甲板。しかし航空機の魚雷は真横からのものだった。複数の魚雷がつなぎ目付近を直撃。リベットが外れ板ごと中に押し込まれる。その隙間から大量に浸水し武蔵の沈没につながったのではないかというのだ。いわゆる戦艦対戦艦の砲撃によるものを主体に考えてますから、そのためのその構造なんで、魚雷航空爆弾なんかは資金弾も含めると本当に無数に、受けたということですから、それはもう設計 の思想からいけばもう想定してなかった、想定外のことでやった。装甲板のつなぎ目の弱点は実は早くから危惧されていたことも明らかになった。武蔵の元乗組員が生前語り残した証言の録音。レーテ出撃の10ヶ月前、同じ構造のヤマトがたった一発の魚雷で装甲板のつなぎ目をやられたと聞いていた。ヤマトの連中に聞いた。あの時に受けた魚雷の攻撃でアーマーは何ともなかったが、両方が緩みだと。こっからやっぱり少しずつ水が入ったという報告を。だから何発も魚雷を組むと水がどんどん入ってくるんじゃないかなという、それは最大の欠点だな。さらに海軍上層部はその弱点を知りながら対策を取ろうとしていなかった。武蔵の建造に携わった牧野茂の手記。結局管制本部では漏水対策さえすれば良いとして、根本的改正の用はないと決定した。これが最後まで気がかりであった。日本の行き詰まった戦局の打開を武蔵に託した海軍。しかし致命的な弱点は最後まで放置された。そして10代から20代の若者を中心にした2400人の乗組員を乗せ武蔵は出撃した。当時19歳だった元乗組員大石正弘さん。多くの若者が武蔵は無敵の不沈艦だと信じ戦い続けたという。
沈むまでは、沈む瞬間まではもう沈みやせんなと思っていたですわ。魚雷が一発や二発当たったってヘイトもしやせんよと、水は入らないよというようなことを言われていた。とにかく偉大な船だということは、武蔵に沈んで死ぬだなんていうことは絶対考えて考えなんだ、こんな大きな船ねやられるわけがないというようなことを。その最後とはどのようなものだったのか。あ、こんなに残ってるんだ。元乗組員たちに映像を見てもらい、武蔵の最後を検証した。当時17歳だった塚田義明さん。まあそこはもうひどいもんでした。もう機銃はもうがれきのようになってしまったし。航空船に対応するため急遽設置された機銃。乗組員たちはシールドがないむき出しの状態で戦った。大きく歪んだ台座は爆弾が近くに落ちた痕跡とみられる。配置されていた機銃員は9人。塚田さんは機銃員たちが吹き飛ばされる様子を間近で見ていた。もうそこが陣地は全滅しちゃったですよ。木っ端みじんに、跳ね飛ばされるし、その機銃のその瓦礫のその破片っていうか、そういうところにねもう肉片がこびりついて、でそれがね人間のあるとは思えない。私自身も死ぬ時にはああいう状況で死ぬのかな、そういうことを思いましたよね。武蔵の機銃が増設されたのは出撃の半年前。その時に作られた設計図が残されていた。図面を確認すると当初はシールドを設置する予定だったことがわかる。戦況が悪化する中で慢性的な物資不足に陥っていた日本。海軍はシールドの必要性を知りながら装備することを諦め、武蔵を出撃させていた。増設された40機以上の機銃は全てシールドのないむき出しの状態だった。戦争が始まってからその航空攻撃っていうのが激しくなりましたので、いわゆる対空兵装というのは増強しようという形になって機関銃っていうのはどんどん増設していくわけですけど、もうその段階ではいわゆるシールドを作ってる工業力そのものがもうなかったと。でもう取り急ぎすぐ増設するためにはもうシールドがない、もう通常の機銃でしかないな。それはもうそれぐらいの、ま、いわゆる間に合わせ的な形のものですよね。アメリカの航空機による攻撃で機銃員たちに甚大な被害が出ていた。大石さんが目の当たりにしたのはヒノキの甲板が遺体で埋め尽くされた光景だった。機銃の分隊の人が負傷した人、まあ戦死した人が本当に山になってたですよね、甲板上に。それを見た時は本当になんて言うんですか、もう言葉にはとてもなりものが言えなんですよね。なんて言うかよ、大変な苦労をなさって
戦死されたなと思うな。機銃員の数少ない生き残りの一人、伊藤信夫さん。武蔵に乗ったのは18歳の時。同年代の若い機銃員が十分な訓練を受けることなく戦っていたという。訓練でも実弾を撃ったのは1回だかしかなくて、機銃では弾を当てるっていうよりほとんどあの何て言うかな、弾幕弾を撃った中へ飛行機が入ってきて、それ当たって落ちるっていうか、なんかあれで消耗品でも一番早い消耗品で考えられていたんだろうな。消耗品っていうのはどういう意味ですか？消耗品って一番最初なくなってもしょうがない、まあ死んでもあれだっていうことだけど。映像から爆撃の爪痕が相次いで見つかった。これは武蔵艦首の甲板を撮影した映像。直径1メートルほどの穴が開いているのが確認できる。アメリカの航空機の爆弾が甲板を貫いた痕跡とみられる。こうした爆弾は内部で爆発し、武蔵の対空兵器の電路を破壊した。砲身の向きや角度を自動で制御することができなくなり、命中率が低下したという。狙い撃ちするのにしてももう自動じゃなくて手動でやらなきゃならないので、動きが鈍くなってくるわけですよね。どうしてもね、対空戦を想定してないで、いわゆる海上戦を想定して、作られてますからね。まあ、上空からの攻撃に対しては非常に弱い。主砲の動きを制御する部屋に配置されていた稲川清さん。世界一の攻撃力を誇った主砲も制御装置が故障し、その威力をほとんど発揮することがなかったという。使い物のないような状態だったと思いますね。消防は高速所存でいれば、今度は飛行機の距離も測らなくてはならないわけですよね。弾が撃つためにはね、それもなかなか目測だけじゃ通用しないわけなんですね。今撃っても効果ないっていうようなことで、なかなか上層部がその弾を撃つ許可を出してくれなかったというのが実情だったんですね。艦長をはじめ中枢の士官たちがいた艦橋付近が大きな被害を受けていたことも明らかになった。艦橋の右側で見つかった幅6メートルの巨大な穴、爆弾が直撃した痕跡とみられる。このそばにいて奇跡的に助かった乗組員がいた。大塚健二さん。この爆撃で艦長が重傷を負ったほか、士官たち50人以上が戦死したという。あらゆる机椅子全て左舷の方に吹っ飛んで、で戦死した方の遺体も左舷の壁にダーッと重なった状態で亡くなって、で私らのところも爆風が飛んできて数名やられて、
喉から上全部なくなっていた状態で、すぐ私らの3メーターぐらい脇の椅子にだっと座ったまま戦死されておりました。この時一命を取り留めた井ノ口俊博艦長の姿を目の前で見ていた乗組員もいた。小滝達夫さん。艦長は重傷を負いながらも指揮を取り続けていたという。後ろから見たらこう片方の手でこう手を押さえて、片方で双眼鏡を持ってこうやって指揮されとったんですよ。普通だったらば負傷すればぶっ倒れるかなんか すると思うんですよね、うん、それをこう肩で押さえてで双眼鏡で使用するというのはね、やっぱりこれが指揮官なんだなと思ってね。艦橋の内部にあった配電室にいた小松七郎さん。爆弾で足を負傷した先輩を助けるために艦橋の上に向かった。ラッタルもあちこち吹っ飛んでないしね、こう鉄の曲がったやつやこうよじ登ってよく上がったらバタンバタンって落としてました。それ何してんのかなと思ったら水水って、起き上がって、起き上がる音がバタンバタンだったのね。こう足首から両方なくて、すぐ、すぐ水あげるから下ろすからなってしてやったんだけども、小松さんは足を失った先輩を助けようとしたが、船の傾きが激しくなり、その場に置き去りにするしかなかったという。映像を見て70年間誰にも話さなかった当時の状況を語った。第一艦橋を置いてきたってことはもう本当に申し訳ないと思ってる。こんなにまあ自分が助かりたいためにそんなこともしょうがないだろうけども、こういった話、する人がいてくれたっていうことは、そしたら私少し気持ちが楽になりましたよ。もう何年も私生きないんだけども楽になったからよかったなと。武蔵の指揮系統にとどめを刺したとみられる艦橋の破壊の後、集中攻撃にさらされた当時の状況が浮かび上がると専門家は指摘する。本来であれば敵の飛行機は味方の飛行機が追っ払うのが前提で、裸で突進していって大量の敵にたかられて、まあ最後に司令塔に爆弾落ちるような、艦隊決戦して主砲弾が艦橋に当たるなんてことはもう、可能性が低いですよね、うんうん、ただこれまさに想定外だったと思うんだけど、実際爆風が上上がってきて航海中以下ほとんど全滅です、うん、ってことは艦長は指揮取れないですよ。やっぱり麻痺しましたね、うん、それとやっぱり象徴的なやっぱ被害じゃないですか、武蔵最後の、うん。生存者の証言や専門家の映像解析をもとに武蔵の最後の戦いを再現した。1944年10月24日、
アメリカ軍を撃滅するため26隻の軍艦とともにレーテ島に向かっていた武蔵。その作戦の途中、晴れ渡る空から米軍機40機以上が武蔵がいる艦隊に押し寄せた。対空戦闘用意のラッパーになりましてですね、あっという間にこういっぱいになりましてね、武蔵を襲う航空機の波状攻撃。I thought, man, that's a lot bigger than the other ones. Just, it's big enough that all you have to do is, it isn't as though you're aiming in a small area. Just seemed to be one of those natural actions that they've trained you to do it. Boom, this is about it. 魚雷が武蔵の船体を捉える。魚雷が当たってガクンガクンって地震みたいな振動がありますからね。アメリカの空襲は5度にわたって繰り返された。当たらねえなと思ってても機銃をとにかく撃たなきゃ夢中で何も考えてる暇なんかない。シールドのなかった機銃の多くが壊滅的な被害を受ける。2回目の空襲の時、初めて主砲が火を吹いた。艦上から退避できず、主砲の爆風で被害を受けた機銃員も少なくなかったという。甲板上にいる人たちはみんな吹っ飛ばされちゃったんです。生じた、その衝撃でね。魚雷攻撃で側面にまくれが生じ、速力を失い始める。スピードは全く出ないし、避けることも逃げることももちろんできないし、だから本当の標的ですね。午後3時過ぎに始まった最後の攻撃は100機以上が殺到。10発以上の爆弾が命中した。さらに魚雷を積んだ航空機が挟み撃ちで武蔵に襲いかかる。複数の魚雷が装甲板のある中央部に命中、武蔵に致命傷を与えた。速力をほとんど失った武蔵。ついに艦長や士官たちがいた艦橋付近が狙い撃ちされた。武蔵はこれ以上戦うことができなかった。5時間を超える戦闘の末、武蔵は沈み始めた。
左に大きく傾くと同時に、乗組員の多くが海に投げ出された。助けてくれっていうのか、あるいは親を呼んでるのか、ものすごい声がざわめきがある中を波の中へ吸い込まれていった。何百人という人ですよね。もう身震いしますね。乗組員の証言によると、沈没の直前、煙突に海水が流入し、小規模な爆発があった。それでも船体は形をとどめたまま、ゆっくりと沈んでいったという。しかし海底の武蔵は大きく破壊された状態で見つかった。艦首と艦尾は原型をとどめているものの、それ以外のパーツはバラバラになっていた。なぜこのような姿で武蔵は沈んでいたのか。専門家たちは最後に残された謎を検証した。この辺りで釜石数による、まあ、あの気化的なガスなのかどうか分かりませんけど、それが爆発したことによって損傷ができたってことは考えられないですか。形状から見たらなんとなくそうはなかなか思えない。思えない、水蒸気爆発しても重油の燃焼爆発しても全然低い圧力ですので、その圧力で そんなにものが曲がるわけじゃないんですよね。だからそのそんなにバラバラになるような力と、そこがちょっとなんか非常に疑問というか分からないんですね。爆発のメカニズムに詳しい吉田正武さん、武蔵が積んでいた火薬が水中で大爆発した可能性を指摘した。本当にバラバラになるというのは、やはりあの火薬の爆発以外にはなかなか考えづらいんじゃないかと思うんですよね。中で爆発起きたとしたら、中のものはかなりバラバラになりますので。どこで大爆発が起きたのか。吉田さんが注目したのはある残骸だった。それは最強の攻撃力を誇った主砲の一部。弾を格納していた頑丈な部屋が激しく損傷し散らばっていたのだ。比較的分厚いであろう鋼材がぐにゃぐにゃ曲がっている状況っていうのは、あの単にあの船が落ちましたというだけではこういう状況は起こりえないので、やはりあの爆発があったのではなかろうかと推定するのが自然かなと思います。想定していた戦艦同士の戦いにならず、武蔵は戦闘で主砲を撃つ機会がほとんどなかった。そのため160発以上の弾と、それを発射するための100トンの火薬が残っていたとみられる。吉田さんはこれらが爆発したと考えたのだ。前後の主砲付近の船体は原型をとどめているため、爆発したのは2番目の主砲だと推測した。沈んでいく途中で爆発もあったと聞いておりますので、要するに火はあったということを考えますと、おそらく創薬、黒色火薬の燃焼が始まって、それが急速に爆発へと広がったということではないかと思います。火薬というのはその中にあの酸素がありますので、ある条件が整えばこれは空気なしで、つまり水の中でも燃焼爆発させることができます。主砲付近の火薬が爆発すると、
船体にどのような影響を与えるのか、吉田さんはコンピューターでシミュレーションを行った。吉田さんの計算結果だ。爆発の衝撃で鋼鉄で覆われた船体は大きく破損。船体が2つに分断された上に中心部はバラバラになった。損傷状況は海底に散らばる武蔵とほぼ一致した。大量の火薬が燃焼して爆発して、しかも船が真っ二つになるというところでは、あの近傍の船 の、 あの部屋には相当の圧力が伝播していたと思いますので、あのそれはおそらく致命的なものになったと思います。水中爆発を裏付けるかのように海底に散らばっていた火薬の缶の残骸。そして映像に映っていた手砲弾はわずか3発。大量に積まれていたはずのほとんどの弾が姿を消していた。日本の命運をかけ戦況を覆すための攻撃力が仇となったのか、武蔵は砕け散った。武蔵を任された井ノ口俊博艦長。沈没の直前、乗組員に遺書を託し船と運命を共にした。ついに不徳のため海軍はもとより全国民に絶大の期待をかけられる本艦を失うこと誠に申し訳なし。ただ本海戦において他の諸艦に被害ほとんどなかりしことは誠に嬉しく、なんとなく被害担任艦となり得たる感ありて、このこと幾分慰めとなる。相当多数の戦死者を出しあり、これらの英霊を慰めてやりたし。乗組員およそ2400人のうち1000人以上が戦死した。沈没時に救助された乗組員の多くは帰国することが許されなかった。沢井初太郎さん、上官の命令で慣れない陸上船に投入されることになった。帰れなかった、命令で。乗組員たちが向かわされたのはフィリピン・ルソン島。上陸したアメリカ軍と激戦を繰り広げた。
終わりの見えない戦いの中で、沢井さんは自ら命を絶とうとしたこともあったという。死ぬ時は楽に死にたいとかって自爆しようと思ってね、もうあの昼だまであれを抜いてこう叩いてくれば、もう親のことやね、おふくろのことか兄弟のことを思わね。陸上戦に投入された武蔵乗組員640人のうち、生き残ったのは50人に満たない。亡き戦友に黙祷。去年10月24日、武蔵が沈没した日、元乗組員や遺族が集まって慰霊祭が行われた。武蔵に乗っていたことを70年以上誇りに生きてきた元乗組員たち。深海に眠る無残な武蔵の姿は、不沈艦が幻想だったことを突きつけるものだった。武蔵の最後とともに戦死した仲間たちのことを今も痛み続けている。乗組員がね、いかに戦え、そして死んでいったのかと、まあいうことも知ってもらいたい。まあ武蔵はそういうことを望んでいると。武蔵という船はこういう船だったんだと。で、いかに戦え、いかに沈んだのか、でその悲惨な結末を知ってほしいと。戦争のね、虚しさっていうのか、まあ、そういうものを感じてほしいと、まあ、いうことだと思うんですね。